そうですね。やっぱり、狂人ですかね。もうやっぱりね、まあ、靴はそんなに集めてないか。映画5、6回見に行った五等分花嫁ですね。あ、もうこれ、もうこれ使ってるぐらいなんでね。マインクラフトでございます。今は、 15歳ですね16歳の誕生日記念ということなんでこれねもう間違えてる人いたらもうねここで退場してもらう8月20日ですね2019年4月2日も何年前3年前,3年前 もうね、もう多分ね、これ間違えてる人いないと思うんですよ。まあ自分ですね。63です。最近は全然やってないです。まだ3問目ぐらいじゃないですかね。多分。多分、これ3問目ぐらいだと思います。パリ感情色ですね。 これはですね。ま、なんかわかんないですけど、誰かが言ってた動画投稿者、好きな時に好きな動画を投稿するってやつですね。結構ずーっと言ってるけど、あんまり自分の中で思ってるだけで口には出してないかもしれないです。双葉さんっていう方ね。ずーっといいですね。 まあやっぱパソコンとか触る授業が多かったり技術ですかね。クラス1位とかも叩き出した国語がねやっぱ一番まあ得意なんじゃないかなと思います。まあやっぱ文系ということもありまあ数学が苦手ですかね。 4社4用の、まあ、4もある通り4個目ですね。動画投稿者、好きな時に好きな動画を投稿するあれあれあ,あ,あれ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 繰り返し何回見てる、はじめ社長の畑さんですね。これもまた5等分の花嫁ですね。まあ、やっぱ最初に買ったってことで思い入れがあるんでしょうね。自分の中でも。 そうですね。えー、まあ、なんだっけなぁ。たぶ 3DS のゲームになると思うんですけれども。マリオかなぁ。これ結構ね、まあ、昔のパソコン中古だったんですけどね。あれ、10万ぐらいでしたね。結構ゲームとかも快適にできるんで、まあ全然良かったかなぁって思います。 まあもうこれ自信持ってね、中学3年の時にね、やってましたね。81ですね。ほぼリア友です。てか、リア友でどれそうですね。もうやってないのも結構あるんですけれども、3個ですね。これ、年頭に言ったんですけれども、 曲を作ることですね。だいたいですね。だいたい、三、まあ、3ぐらいですかね。レオ美術館でお待ちしております。今まではそうですね。2枚ですね。こちらの。すごい嬉しいですね。 いいないです本日はどうも集まってくれてありがとうございまするどごいくねん。